本当に来るとはな。だが俺は妥協を知らない男、価値なしと判断したら消えてもらうぞ。はい、分かってます。オリベ翼、行きます。イツキ君と一緒に考えたポーズだもん。大丈夫、これが今の私の最高のパフォーマンスです。素晴らしい。大好きなあの人との初デートのためにちょっと頑張っちゃった。そんな元気いっぱい、遊び心いっぱいのカジュアルファッションと照れが見え隠れする微笑みとが混じり、抜群のハーモニーを生む。あざといだが、しかし嫌味じゃない。そのさじ加減こそが10代のリアル。これぞまさに等身大のオリベ翼だ。そうです、こう撮ってほしいとか私にはまだわからない。だからこのままの私で勝負するんです。これだ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 、こういうのでいいんだよ。俺が撮りたかったのはベストセット。いただきました。なんだ小娘、そのこびた格好はよ。恥ずかしくねえのか。恥ずかしくありません。私を見てくれるみんなに最高の自分を見せたいから。彼女の言う通りだ。アートのあの字も知らん素人が口を出すな。おい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 、なんだよ堀の沢、てめえはそんな青くせえ小娘がいいのか。そんなんで満足できんのかよ。確かに彼女の技術はまだまだ未熟だ。だが彼女のポーズには心がある、意気込みがある。はじめはそれで十分だ。おいおい、興ざめだぜ。てめえはその程度だったのかよ。ぬるい男だな。おい、貴様こそ写真というアートを理解できんようだな。そんな野郎が俺の中にいるなんざ許さん。俺から離れろ。イツキ、今ならあのミラージュをカメラマンから引き剥がすことができるのではないか。ああ、やってみる。帰ろうぜ。やってみねえとわからねえな。やってみねえとわからねえな。振り付ける。すごい威圧感だ。だけど難しいかも。イカズチよ。あとはこいつをぶちのめすだけね。どうかしら、凍えなさい。これね。俺から行く。トーマ、行けんだよ。次、いただき。行けんだよ。うぜうぜ。ほら、
てこい。お前らは俺の盾だ。まだよ。それで弱点を攻めろ。絶対レード体験式。あとは俺がやらせるんだよ。ナイスコンビネーション。ショット大丈夫か、イツキ。まだまだ、ちぎれろ。追撃追撃。セッション行ける。カインと訓練したんだぜ。やった始めよう。よし、クズが。おっと、うぜんだよ。ついてきやがれ。ミキちゃん、ミキちゃん、ミキちゃん。クロム、まだいけるか。無論だ。俺に任せて。うぜんだよ。まだいけるか、カイン。任せろ。この日を逃すな。クズが。当たらないわ。おっと。うぜんだよ。命の石るわ。しなさい。絶対つなげてやるよ。絶対レード体験して。そう、これがいいの。まずは俺が次。次いただき。やり。大丈夫か、イツキ。まだまだ。よっしゃ、これいいわよ。追撃追撃。この日を逃すな。カインと訓練したんだぜ。行くんだよ。まずは俺がやった。ほら出てこい。ザーリア、私に力を貸して。遊んで。やった。始めよう。よし、行くんだよ。その調子だ、リツキ。うん、ありがとう。とどろけ。行くんだよ。カインの力が使えねえ。いいね。難しいかも。やった。任せろ。行けんだよ。ついてきて。行けんだよ。俺はお前を信じているぞ。頑張るよ。しびれろ。お前らは俺の盾だ。命の石るわ。いいね。これ。行くんだよ。大成功。まずは俺がやった。行くんだよ。じゃあ俺も本気で。引き際も重要だな。私の出番だね。この戦い絶対負けられないよ。失敗しないといいな。失敗しないと。飛んでっちゃえ。ついてこられるわね。つないで。つなぐ。よし。呪いの効果が出るまでもう少し。準備 OK だよ。その頃にまた絶対レード体験してくれね。まずは俺がよろしく。そうね。やった。私たちの勝ちだね。
イラつくんだよ。これで一区切りね。マイコさん。どうやらみんなに助けられたみたいね。いえ、舞子さん、助けてもらったのは私の方です。舞子さんの写真集がなかったら私どうなってたか。舞子さんの写真を見たから大切なことに気づけたんです。写真集、もしかしてマイコンプレックス？はい、あの写真集のおかげで自分なりにヒントをつかむことができました。そっか、翼ちゃんの役に立ってよかったわ。マイコ、ノブ、オリベ君。はい。さっきまでの俺は正気じゃなかった。でも君が見せてくれたパフォーマンスのおかげで目が覚めた。ありがとう。俺はどこかで今のアイドルはダメだと決めつけていたんだな。その曇りを君のガッツが晴らしてくれたよ。今もモデル魂を持ってる子はいる。俺は今写真を撮りたくてたまらない。オリベ君、いい写真を一緒に撮ろう。はい、こちらこそよろしくお願いします。いいぞ、オリベ君。どうだったかな、いつき君。私、うまく撮影できてたかな。撮影の良し悪しは分からないけど、翼らしくて良かったと思うよ。よかった。でもここまでできるようになったのは樹くんのおかげだよ。本当にいつもありがとう。地方から帰ってきたばかりでいきなり仕事なんて、人気者はつらいわね。ん？何よあなた、私の顔に何かついてる？あ、いや、別に。まあいいわ。じゃあね、私はもう上がるから。目立つ子だったな、今の女の子。撮影無事に済んでよかった。頑張った甲斐があったわね、翼。ああ、どうしよう、イツキ君、キリアさんに褒められちゃったよ。
そういうところは変わらないのにね。あなたの成長楽しみにしてる。キリアさんって実は面倒見いいですよね。そんなことはないわ。でも今回の渋谷の一件、前の106の時よりもさらに被害が広がった。敵も次第に強くなってるし、良くない兆候よ。うん、キリアの心配もわかるわ。このまま事件のたびに後手後手に対応してたら、被害がどんどん大きくなるでしょうし。やっぱり諸悪の根源、敵ミラージュをまとめている大将を叩かないとダメね。問題はそいつをどうやって見つけるか。そもそも敵ミラージュのリーダーってどんな人なんでしょうか。のんのん、ミラージュは人じゃないわよ、いつきくん。ああ、すみません。敵のボスミラージュが取り付くんだったらどんな人だろうって意味です。そんなの、敵のボスなんだから芸能界のドン。そうよ、今までの事件も上位レベルのミラージュは人間に憑依してたじゃない。漠然とチキみたいな存在をイメージしてたけど、この世界で活動するなら体があった方が圧倒的に有利だわ。敵のリーダーはノブに接触できる立場にいる芸能界の誰かに憑依している可能性大って感じ。ってダメだ、これじゃ範囲が広すぎるわ。全員を調べる必要はないと思いますよ。どういうこと？堀野沢さんはミラージュに疲れた前後で性格が変わっているはずです。そうか、ノブに敵が接触したとしたらその直前。ナイスよ、イツキ君。よし、私の人脈総動員して調べるわよ。と、そういえばそろそろあの子が来るわね。あの子？待たせたわね。帰ってきたわよ、ハリウッド的に。なんかこっちが大変みたいだから、予定を巻きに巻いて地方から戻ってきたの。お疲れ、エリー。この子は弓鶴エレオノーラ。彼女もミラージュマスターで、うちの事務所に所属する若手女優よ。君は撮影の時の？そう、私は今売り出し中の女優。いずれハリウッドのトップに輝く女よ。あなた撮影の時もいたけど、うちの人間だったんだ。新米ミラージュマスターだよ、青井樹。よろしく。マスターなのね。何を目指してるの？いや、まだ自分に何の才能があるのかわからないから。なんだ、じゃあ本当に右も左もわからないひよっこなのね。だったら困ったことがあったら私を頼りなさい。先輩が後輩をきっちり育てるのもハリウッドでは常識だからね。それはハリウッドに限ったことではない気がするけど。ところでエレオノーラは？エリーでいいわ、みんなそう呼んでるし。それがハリウッド的よ。ハリウッド的？そうなの。で、何？エリーはハーフ？ええ、そうよ。ママがヨーロッパ系なの。なるほど。何？今時ハーフなんて珍しくないでしょ？確かにそうかも。ところで女優だったらどんな作品に出演してるんだ？はあ？いつき本気で言ってんの？今期の話題を片っ端からかっさらってく予定のドラマ、
恋するタンポポを知らないわけ？悪い、知らなかった。そんなにすごいドラマなんだ。そうよ。それで私もこのドラマを足がかりにして一気にメジャーになっちゃうんだから。なるほど。何よその反応。いいわ、これから見てなさい。近いうちにテレビで私の顔を見ない日はなくなっちゃうんだから。そうなるといいけどね。何よその上から発言、気に入らないんだけど。上ってか、お前のドラマ視聴率いまいちの上、話題性もなくてパッとしてねえじゃん。これからハリウッド的にいろいろ爆上げなのよ。バカトーマにはわからないでしょうけどね。で、そっちのあなたも新人？はい、織部翼です。よろしくお願いします、エレオナーラさん。翼ね。翼も私のことはエリーって呼んで、ハリウッド的に。うん、きっと私へのオファーね。はいはい、よろしくお願いします。さあ、どんな仕事が来たの？新しい仕事のオファーよ、マモリちゃんの。なんていうか、そのどんまいエリー、次があるわ。いいのよ、私地方の仕事から帰ってきたばっかりだし、ちょっとは休まないとね。やれやれ、うるさいのが帰ってきやがったな。